そのメール、慌てなくてもいいんです。だからリンクをクリックするな。57577の31文字でデジタルに関する単価を読むデジタル教室単価部です。ショッピングサイトを利用していろいろな製品を安く、そして簡単に購入できるようになりました。購入した商品の配送も日時指定できたり、場合によっては即日配送だって可能です。だからこそ多くの人が利用するようになったんですけども、そこにつけ込む悪いやつもいてるんです。購入手続きが完了する際にエラーが発生したため、商品の発送ができません。あなたのアカウントに問題が発生したので、手続きをしないとアカウントを凍結します。このような内容の偽メールを送信して、個人情報を抜き取ろうとするフィッシング詐欺です。メールの内容に驚いて、慌ててメール本文のリンクをクリックすると、氏名や住所、クレジットカード番号などを入力するウェブページが表示されます。これが自分で個人情報を入力させるフィッシング詐欺の手口なんです。たとえこのような内容のメールが来たとしても、メール内のリンクをクリックしないようにしましょう。今回の単価は、画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。また、デジタル教室では、アプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室、単価部でした。